原田津則前監督は10月4日の今季最終戦後のセレモニーで辞任を表明しました彼は来期までの3年契約を結んでいたにもかかわらずその退任は予想外でしたしかし彼の言葉通り「一点の曇りもございません」との表明からは彼の胸の内には穏やかさがあるように見えましたその背後には一体どのような辛抱遠慮が隠れているのでしょうか玄前監督の本当の理由とは何なのか 謎が解けるる日は来るのでしょうか原辰徳前監督は、巨人史上最多の1291勝を挙げ、リーグ優勝9回、日本一にも3度輝いた偉大な監督でした。以前は、日本シリーズで2年連続4たてを喫したソフトバンクに対して執念を燃やしていましたが、最近ではそうした発言は減少し、もうやり残したことはない、早く後任が育ってほしいと述べることが増えていました。 彼は言います。確かに、やり切ったとといいう気持ちもあると思います。ただ、6日の安倍晋之助新監督の就任会見に同席した際に口にした、ジャイアンツの監督たるや、希望に満ちている日でないといけない、よろしく、ようでいられたのは、それだけが理由ではありません。今期は、ファンから批判されることも多かったが、最終的にはスタンドから、 辰典の声援も起こり惜しまれつつ監督を退任することになりました途上でも同様の反応がありました続投の選択肢もあった中彼はそれを選ばずに辞任することでほっとしたのでしょう一生争いに加われない状況で原監督の続投が当初の計画でしたがシーズン終盤になるにつれてファンの間で現場慣れが拡大し 球団は対応を迫られましたこの転機は、優勝争いから遠ざかっていたために、9月29日のオーナー会議で、山口俊一オーナーが言った発言で明確になりました。山口俊一オーナーは、優勝争いに絡むこともできなかった。ファンの皆様に大変申し訳ないシーズンになってしまったとファンに謝罪し、原監督の続投について、来期のことは真剣に考えなきゃいけないと思っていますと述べました。 この発言は、球団にとってファンの反応を試すための一石を投じたものでした。あれは完全な観測気球でした。原の続投に対するファンの反応を見たかった。そして、その反発は大きかった。阿部は2軍監督時代に選手に課した罰創の件だったり、昭和的な考えが強く現場からの評判が上がってこない。もう1年、原の下で経験を積ませたかった。したがって、 球団は原監督に全権監督を取り上げ、その上で続投させる方針でした。メディアなどで粛清を報じることで、世論が球団の考えを理解すると考えていました。何もせずに続投することは批判を和らげることができず、マンネリに陥る可能性が高いため、原監督の意向に反する GM を配置する計画でした。しかしししか原監督ははここの方向性に反発し辞任を選びましたこれは 原監督のの第二次政権の末路と似たた構図でした2015年、巨人は GM の交代を行い、その交代は明らかに反原派の意向によるもので、原監督を解任するための措置であったといえます。さらに、高橋由伸がまだ現役を続けていたにもかかわらず、監督に就任させ、原監督を追い出しました。今回も同様に、原監督は同じ運命に見舞われる可能性があったため、 自ら身を引く賢明な判断を下しました原監督は海戦・山戦の経験豊富な人物であり巨人に禍根を残すことなく自身の評価を低下させない終わり方を選びました第一次政権では契約が残っていて続投が予想される状況で渡辺常雄オーナーが特定の条件を提示したことに対して怒りをあらわにし辞表を提出したことがありましたしかし今回の状況では冷静な判断を下しました 彼の将来についてはどうでしょうか ?12 球団の監督にはならないでしょう。ただし、侍ジャパンや WBC での監督には意欲を持っていると伝え聞いています。彼の歴史的な勝利数と第2回大会での日本連覇の実績があります。このため、将来的に侍ジャパン監督としての道が開かれる可能性があるでしょう。侍ジャパンの監督は、大会ごとに更新される異例の契約形態ですが、 NPB が複数の候補者に断られる状況が続く場合、原監督は魅力的な選択肢として浮上するかもしれません。さらに、関連記事では、ジャイアンツで起きた知られざる、闇についても詳しく報告しています。その時代に合ったやり方というのも少しはあるのかな、と考えたりすると、侍ジャパンの監督さんも今までのやり方が通用しないのではないのかなとは思います。時代に合うようなやり方を監督さんともに、 新しい風を吹き込んだ方が良いと思いますよ。12球団の監督はもちろんのこと、侍ジャパンの監督を引き受けることもないと思いますよ。さすがにもう自分の時代ではないし、若い世代に託すという思いでいるでしょう。一点の曇りもなく、晴れ晴れとした気持ちは、本意かどうかわかりませんが、17年にも及ぶ激務で、相当お疲れであるのは確かでしょうから、これからは解説者等で外部からジャイアンツを見守っていただければ良いと思いますね。 山口オーナーとは距離を置いたような記事もあったし、何かあったかもしれないけど、個人的には9回のリーグ優勝、3回の日本一にもなったんだから立派だと思うよ。あとは岡田監督ともう少しやってみたかったと思うんだけど、現役の時もそうだし、監督になってもやりがいはあったはずだよ。今年流行られたけど、来年こそは思っていたのは少なからずあったと思うんだよね。ままああととはテレビの解説者とかたた見てみたいし 奥さんとゆっくりしたこともなかったと思う旅行とかでリフレッシュできればと思うかな退任挨拶で常に目の前の試合をどうやって勝つかを考えていると話していましたまさに長いペナントレースを戦う監督ではなく短期決戦向きの監督だったのだなとわかりますシーズン序盤はベテランを使い好調を維持しても若手を辛抱して使い若い力が躍動するチームに負けていっています投手も酷使をしては潰しています イジャパンの監督としても今の若い選手と会うかどうかそろそろ外からゆっくり野球をご覧になる立場ではないでしょうか原さんの野球は FA で十分な戦力なら駒を動かすにあたって最適かもしれないが戦略一貫性など育てながら勝つ野球はできない苦手チームにはとことん勝てないからなチームとしての戦略作戦がないと思えたとにかく日替わりオーダーは良くないと思う さんは2009年、WBC 監督退任後のインタビューでもう WBC の、監督はやらないと言ってたのでやらないでしょうし、今もやりたいなんて思ってないだろう、私は新人の原辰徳からずっとファンですが、原さんは名声とか名誉とか栄誉とか全く興味がないようで、現役時代のトロフィーなんかも欲しい人にすべて譲ってしまったそうです。過去の栄光にすがりつくようなことはしない。 のエピソードをを知っっててますますすファンになったのを覚えてる夏 4, 4日のセレモニーでも最後に胴上げを誇示したのも原辰徳らしかったみんな辞めるときは大変だよ高島さんだって第1期政権でクビになったときは当時の勝利期オーナーにクビを進言した川上元監督との間に埋めがたい溝ができた80年オフの解任時の経緯を川上監督が軌跡に入った後も 43年を経た今に至るも、長島氏は許していない。その意味では、今回の原さんは周囲の状況をよく読んで、自ら最善の道を選択できた。辞め方としてはきれいで、評価できると思う。原さんは常に戦力十分のチームで監督をしてきたこともあって、監督としての技量がよくわからない。一度 ジャイアンツでなくても良いから弱小チームを引き受けてもらってそれをどう育てていくかを見定めた上で評価が固まるんじゃないかなもちろん悪い意味で言ってるんじゃないよ残した戦歴は申し分ないと思うしね残した戦歴は申し分ないと思うしね